い、どうもチームアース黒担当の浅戸よつきです。そしてはい、天の元遊びタワームの天元勇気なり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 じゃあ、はい、よろしくお願いいたします。今回は、天元さんなんかあの企画持ってきてくれたみたいなので、まあ、そっちをやっていこうかと思います。はい、前ね、前と言ったらいいかな、ユーキュアのテストを企画したくせに忘れてしまったという事件が起きてしまって、はい、で今回ちゃんと持ってきたのでそれをクイズ答えてもらおうかと思います。はい、まあ、少し前に投稿してるかなと思うんですけど、まあ、そのクイズの続きみたいな感じでやっていきたいと思います。はい、問題は10問あります。10問、はい、そのうち半分答えられなかったら罰ゲーム受けてもらいます。半分答えられなかったら、はい、まあ5問ですね。はい、罰ゲームって何？遊戯王のクイズってことなんでね。はい、答えられなかったら、はい、ペガサスのモノマネをしてもらいます。はい、逆に答えてしまったら僕は遊戯王のキャラの誰かをモノマネします。誰かということはあのキャラクターかな。遊戯王でしょ。遊戯王のキャラでしょ。遊戯王のキャラ、バンダイ版というか放送局が違うかった、テレ東じゃなかった時代のなんか麻雀みたいになんか牌がある金龍とかドリューとか使ってたあのキャラクターかな。名前が出てこないな。出てこないな。もしかしたらデジモンみたいなやつがあった回のなんかね、大柄なキャラのやつかな。誰かな。怖すぎて分かんねえよ俺も。あ、それクイズ問題したよかったな。あ、よかった、そういう系じゃないんだな。はい、まあ一応ね、でもこれ難しいかな。多分自分だったら一問答えられない。マジで。うん、まあ一問答えられるか。はあ、はい、じゃあちょっとねやっていきたいと思います。はい、まず1問。はい、遊戯王ジュエルマスターズに出てきた女性 J リスト。デュエルマスターズ？デュエルマスターズ？デュエマの問題なの？あ、違う違う、ジュエルモンスターズか。はい、ジュエルモンスターズで出てきた女性 J リスト、はい、女性デュエリスト、はい、クジャクマイさん。はい、結構知ってますよね。まあハーピーはデッキ作ったけど、であとね、たまに中の声優さんの七尾春日さんとはよくね、たまにお話しさせていただいたりもしてるんで、まあ、詳しいまではいかなくてもまあ大体はわかるかな。はい、じゃあそのまま問題いきますね。はい、クジャクマイが使っていた特殊な戦術は何？はい、アロマタクティクスですよ。あ、正解です。香水をカードにつけてカード見なくてもねプレイができるっていうアロマタクティクス。はい、正解です。これは簡単でしょ。まあ最初だし、ね、さすがに簡単だよ。これは最初だから、うん、答えられないって思ってた。いや、これサービス問題。あ、サービス問題。はい、初っ端がひどいの出たらちょっとひどいなと思って。なんだ、うん、まあよかった。ちなみにね、カード1枚1枚香水ね違うのやってね、うん、まあ香水1本だいたい 2,3 千円じゃん。うん、それ40すげえな。金銭的なところでもすごいとは思うけど、あんな大量のとりあえず40枚でしょ。まあデッキ1枚につき3枚入れれるとしても、まあ、それでも結構な種類があると思うのに、それを嗅ぎ分けるってどういうことって言いたい。絶対さ、デッキケースに入れてたら混ざってものすごい匂いになると思うのよ。あ、すげえな。自分もね2種類の香水か手首かけてね、うん、混ぜたんですっげえ臭かったからね。いや、ほんとクジャクマイってすごいなーって、うん、デュエリストというよりも本当に鼻の嗅覚やべえなーとは思った、うん、なんであれ鳥獣族なんだろう。獣族でもいいのにな、犬科だと。まあ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 、はい、じゃあ2問目いきます。はい、漫画版遊戯王 GX で、ああ、はい、遊戯王20代が使うデッキは、はい、エレメータルヒーローですね。アニメと一緒の。そうですね、はい、ヒーロー使いですね。はい、元は誰の敵でしょう。あー、キャラ名が出てこない。確か漫画版のデュエルアカデミアの先生のお兄さん
だったよね確か、キャラの位置づけ。弟じゃなかったっけ、弟だったっけ、位置づけはそれ、まあ、うん、兄弟だったよね、はい、あー名前が出てこないな。いやキャラの顔は出てくるんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、もうなぜか分かんないんだけど、うん、あのその問題聞いた瞬間になぜか頭の中に出てきた単語というか名前が銀河万丈さん。なんでやねん声優さんと思って、なんでやあれと思って、あのアブソリュートゼロをね、あの主軸としたデッキだったよね確か、うん、あーなんだったっけな、なんだったっけな、ごめん分かんない、はい、ダメだ、響き紅葉です。そう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 、そう言われるとああそうだってなる。はい、ああじゃあ3問目はね、はい、あのこれ答えられなかったらお前ある意味自殺すると思う、やばいと思う。マジでそんなレベル。はい、いきます。はい、3問目。はい、四月さんのエースモンスター超魔導剣士ブラックパラディン、はい、レベルはいくつ。8。あ、正解絶対答えられへんと思ってたわ。答えられるわ。これ答えられへんかった、面白かったいいなと思いながら。答えられるよ。はい。じゃあ今は2問正解ですね。はい。じゃあ4問目いきます。はい。極真王ロキ、シンクロ召喚の工場は。言えるわけねえだろ。前調べたんじゃねえのかお前。調べてねえよ。無理。とりあえず世界を笑いっていうところまでは分かってるけど、覚えてないです。はい。じゃあ答え言います。はい。正解より生まれし気まぐれなる神よ。はい。絶対の力を我らに示し、世界を笑え。はい。シンクロ召喚降臨せよ。極真王ロキ。はい。調べますとは言ったと思うけど、調べますって言ってる間に結構個人的にバタバタしすぎてそんな余裕なかった。はい、ちなみにトールは聖火の扉が開くとき因子の神々がその末字を振り上げ、うん、大地を揺るがえし雷鳴とどろく雷鳴とともに現れいでよ極真を通る。はい。じゃあオーディンは？これね、実はね言われると思ってカンペ作ってます。だよね。絶対そうだと思ったよ。北進の空にありて全知全能なを司る王よ。今こそ正解の神々を束ね、その意向を示せ。シンクロ召喚、天地神明を述べよ。最高神、極真聖帝オーディン。おー。はい、今のところにまだ2問ですね、うん、はい、5問目いきます。問、はい、遊戯王ブレンズで草薙さん覚えてますか。草薙さんってホットドッグ売ってた人だよね。なんだよ草薙翔一がいつの店はホットドッグ屋でしょ。はい、正解です。言われると思わんかった。マジか。アニメはここ最近見れてないけど一応見てたから大体は覚えてるよ。あ、今3問。さ、うまいこと正解外れ正解外れでいいような感じになってるわ。あ、やばい。おお、すげえ。じゃあちょっと次ね、はい、算数の問題です。算数、はい、順番的に間違える順番か、はい、いや間違えたくはないけどね。はい、自分のフィールドに、はい、攻撃表示のエルフの剣士、はい、それに伝説の剣最強の盾を装備してます。はい、で相手の場には強者の苦痛とF の剣士を対象とした弱体の仮面が発動しています。さてF の剣士の攻撃力は。ちょっと待ってね、まずエルフの剣士が攻撃力1400、守備力1200で、そしてその次に出てきたのが、伝説の剣、あれが攻撃力守備力300ポイントアップだから、まずこの時点で、1400から300だから1700の守備力1500で、そこで最強の盾を装備しているから、エルフの剣士が、攻撃表示、攻撃表示という場合は、守備力分上がるから1200で1500だから1500ポイントアップだから3200、まず自分フィールド上だけで考えると3200で、そこから強者の苦痛があるんだっけ。はい、
え、何？強者の靴あります。あるよね。準備表上はさっきので以上だったよね。うん、で強者の苦痛が、相手のモンスターのレベル ×100 ポイント攻撃力をダウンさせる。だから今3200でエルフの剣士がレベル4、3200から400引くから、2800で、そこに、弱体化の仮面があったから、弱体化の仮面が、相手モンスター1体の攻撃力を、確か700だったかな、700下げると思うから今2800だから2100。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。残念、違います。あれ違った、500だったっけ、弱体化の仮面。いや700で合ってる。あ、合ってた。ちょっとな、あの引っ掛けある。最強の盾は元々の守備力分アップ。あ、やっぱそうかい。なんか考えてる間に元々だったかな、あれ現状のだったっけなーと、はい、あー、しまった。じゃあ答え言うね。元々の攻撃が1200合ってます。はい。で最強の盾装備してるんで守備力1200分アップして2600。うん、うん、そこだな。でその剣が、まあ、攻撃力だけ考えて300アップ。うん、この段階で2900。うん、で強者の苦痛はレベル分下がるんで400下がって、うん、2500、うん、でそこへ700強弱体の仮面で700下がって1800です。なるほど。はい、まあ、うまいこと当たり外れの順番で言ってる、うん、やらせじゃないです言っちゃいとくけど。はい、じゃあ3問目。はい、これもね、ある意味あの間違えたら多分ひどい。じゃあ当たるな。はい、はい、ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールの合体技。え、それだけでいいの？あ、待てよ、合体技か。はい、どっちかな。まあブラックバーニングマジックですが、ああ、ノア編での技名はノア編。ノア編。はい、え、ノア編って言ったらあのデッキマスターとかそんな話が出てきた時だよね。はい。あ、マジか。あ、ちょっと出てこないな。え、あの時ってブラックマジシャンとブラックマジシャンガールで2体で攻撃してたっけ？してたよ。マジシャンとブラックカオスも合わさって三重士とかなんかやってなかったっけな。いや、あの2体攻撃してるシーンあったよ。マジか。うん、え、普通ならブラックバーニングマジックだけど、で劇場版の、5Ds の世代の時の時をかける絆だっけ、あの時でブラックツインバーストでしょ。うん、ダブルブラックマジック。あ、正解。おお、よかった。あ、ちなみにできた時は、うん、アンズがあのクソペンギンと戦ってる時に賢者の石でブラックマジシャン呼び出して、そうかそうか、あの時使った技名がダブルブラックマジックです。そうだそうだそうだ、言われるとそういやそこで出てたな。ちなみにブラックバーニングマジックはどの段階だと思う？ブラックバーニングマジックはもうちょっと後だったっけ。ちょっと何編かまでは出てこないけど、え、あの2体が出てきた時だから、あ、あの戦いの儀編じゃない？あ、違う、あ、違う、バトルシティ編やから。あ、ちょっと違う、惜しいけど。今これで、4問目か、正解は。うん、あと1、順番にいってる。うん、じゃあ次、次が外れる番だけど、まあね、外す気ないからね。うん、はい、8問目。はい、制限カードでないのは次のうちどれ。え、それは今、これ実はあの撮影日が2020年の9月に、撮っているんですけど、10月にリミットレギュレーション変わるけど、多分これ動画配信するのが10月になりそうなんだけど、あ、2020年7月の段階で、 7月に更新されたんだっけ。うん、1回ね。はい、はい、でその段階での制限カードではないもの。はい、はい、どうぞ。デビルフランケン、デビフラ、はい、封印の黄金室、封印の黄金室、はい、終わりの始まり、終わりの始まり、終わりの始まりってあの真っ黒なやつでなんか泥系のカードだっけ。うん、そう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 、はい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 。でワンフォーワン、ワンフォーワン。さあこの4つのカードどれ。この4つで制限カードではないもの。はい、黄金室。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。え、マジで。あ、じゃあデビルフランケか。違います。あれ違った、ワンフォーワンです。あれワンフォーワン純正か。純正です。あの、僕もし、あの調べてね、びっくりした。マジか。やらせじゃないですからね。うん、はい、マジか。いや、まあデッキに入れてないからいいんだけど。9問目。はい、あ、これ多分当たると思う。
あの禁じられたシリーズありますよね。あの、はい、神のしもべがなんかいろいろ盗んでいくカード。はいはい、速攻魔法。はい。盗んだ品物を4つ答えてください。4つ、はい、禁じられた聖杯、はい、禁じられた聖槍、はい、槍でしょ、うん、でそれで禁じられた聖衣って読んだらいいのかな、衣、うん、で、これで今3つ、であと禁じられた聖典で本か。はい、正解です。あと何あったっけ。いや、その4つだけ。あ、全部で4つだけか、うん、じゃあ全部答えたじゃん。そうそうそう、あの近所で人しずくとかその辺答えるかなと思いながら。あ、残念ながらそっち出なかった。あ、そっちもでしたが、はい、5問目正解なきゃある意味成功してます。はい、はい、いや、まあ、一応最後の問題言いますね。最後の問題、はい、はい、ヨツキさん誕生日いつやったっけ。メーデーなんで5月1日ですね。はい、じゃあナンバーズ51のカード名は。ああ、いや、絵柄は出てくるのよ。岩石族だったよね。岩石族、でなんかハンマーっぽいのが持ってるような絵柄だったと思ったけど、あれ持ってなかったっけ。持ってないです。あ、グーを両手でなんかウルトラマンみたいな感じで飛んでるやつか。まあそうですね。思い出せない、ごめん、無理。会話のフィニッシュホールド。あー、そんな感じだったね。岩石族まで覚えてた。確かランク3じゃなかった、うん、4だっけ、6じゃなかったっけ確か。あれ、そんな高かったかな。はい、5問正解してるということで俺失敗か。5問正解5問外れやけどね。もう1問ぐらい考えたらよかったな。まあ、しゃあないしゃあない。はい、じゃあ今回は引き分けということで罰ゲームなしにしましょうか。あれ、いや別にそれでもいいんだけど、うん、あの実言うとね、はい、あのまあ2問目のね、2問目なんだったっけ、あのマガバン遊戯王 GX の10代が使う元デッキはっていうの、紅葉さん、うん、あれとロキの工場は絶対答えられねえなと思ってた。うん、無理。ただあんまりマンガ版ってあんまり漫画読まないからあんま思い出せないんだよね。ただな、ブレイズの方はな、失敗するよなと思ってたのと、残念でした。てかむしろアニメの方が強いからね、うん、あとね、F の剣士の問題、まさかあれ間違えるとは思わんかった。いや、なんか答えた瞬間、あれ最強の盾って元々だったんじゃないかって思って、うん、いや、まあいいや、もう自分を信じて押し切ろうと思ったけど外れたね。外れたね。で、意外とね、あの、うん、ダブルブラックマジック、はい、びっくりだな。そう、逆に答えられなかったらまずいなって思ったけど、うん、それ引っ掛けで絶対出てだろうなと思ったんだけどね。いや、とりあえず魔法使い系の合体技を思い出していって、ダブルマジック思い出した瞬間、あ、違う、ダブルブラックマジックだと思って、うん、あったわと思って。ああ、これだったらあのトゥーンブルーアイズの攻撃名答えるのが良かったかな。トゥーンバーストストリームだっけ。違う、いや待てよ、滅びのバーストストリームか、そのままの。違います。あれ違った、バーストリームだけ。あ、そうか、うん、滅びは会話独特だったもんな。そっちに急ぎゃよかったな。そっちだったら、うん、外れてたね。ああ、はい、以上が、あの天元ゆきが持ってきたクイズの、本来持ってくるはずだったクイズの内容です。ほう、じゃあこっちも何問か問題出そうかな。お、いいですよ。アニメ遊戯王ブレインズの、はい、メインヒロインと思われるであろう女性キャラクターの、本名。財前葵。おお、ちゃんと覚えてたね。うん、覚えてた。で、前回だと確かブレインズまで行ってたかなと思うから、あと今なんだっけ、アニメ遊戯王セブンスだね。セブンスか、ラッシュデュエルのやつね。セブンスで、じゃあ問題を出していくんだけど、わかる、大丈夫か。いや、ちょっとは見てるからね、ちょっとは見てるから、まあなんとかいけると思うんだけど、毎週見てるから見てるけど、さすがにこれでこっちが出した問題答えられなかったら、お前どういうことだよってなるからね、うん、ちょっと俺危機感感じてるからね今。そうだな、キャラ名はな、どうしても無理、人の名前覚えてないわ全然。ルークとガクトぐらいしか覚えてない、主人公の名前すら覚えてない。あ、じゃあこれでいこっか。では、遊戯王セブンスからの問題です。はい、
遊戯王セブンスの、主人公王道優雅くん、あ、その名前だったんだ、そのね、いつもいる、ルークくんにガクトくんに、ロミンと、います。で、ロミンが、霧島ロミン、ガクトが、蒼月ガクトという名前がありますが、さてルークの本名は、覚えてねえよ、知らねえよ、ルークの名前覚えてねえ。ルークの名前はもうわからんか、適当に言おう、バクゴールーク。なんでバクゴールーク、ドラギアスよ、ちなみにハズレですね、はい、正解は上条達久くんです。え、マジその名前な、あ、ほんまや、ルークっていう名前どっから来たんだっていうのを思うけど、まあ、はい、うわ、マジか、上条達久くんでした。上条トーマンの親戚やったんや。上条ちゃんは罰として補習です。天元さん罰として罰ゲームで、くっそ。じゃあ救済措置で、そうだな、それこそ何かと漏れもなくは。救済措置はまあセブンさん自分もあんまり見てないから、ちょっと外して、そうだな、初代から行くか、あ、これで行こう。もうすっごいサービス問題、はい、すっごいサービス問題、遊戯王デュエルモンスターズからの問題です、はい、主人公武藤遊戯、そのおじいさん武藤すごろくさん、はい、その武藤すごろくさんが経営している、お店の名前は、これすっごいサービス問題、ちょっと待って、俺分からへん、ガチで分からへん、ヒント欲しい、欲しいです、ダメ、くっそ。ただこれが言いたかっただけ、くっそ。ほんまに俺覚えてない、まあ、まず何屋さんだったかな、まあ、おもちゃ屋さんっていうのはホビーショップなの覚えてる、ああ、はい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 、まあ、よくいろいろ言われるのはなんとかのゲーム屋って言われてるね、スゴロクのゲームよ。うん、違います。もう一個ぐらい回答権を許してあげよう。ドミトのゲームよ。それでいい？もう分かんないか、それでいい。残念。なんだった？正解は亀の屋です。亀の屋のゲーム屋。まあ、亀のゲーム屋っていうかな。なんで亀の？知らないけどさ。なんで亀の？そこは高橋和樹先生に聞いてほしいな。見てたらそれ答えてください。誰か知ってたら答えてください。まあ、よかったらなんか知ってる方は、知ってる方いるのかな。まあ、コメント欄とか書いていただければと思います。はい、じゃあ罰ゲーム？まあ物前ですね。何するの？じゃあちょっとマイナーなキャラを。マイナーなキャラ。やっぱりバンダイ版の方で出てきたあのキャラクターかな。いや、もしかすると、迷宮兄弟のところに行く直前にあったバンデットキースたちのなんか周りにいた輩にいたゴースト骨塚か、いや、それともそのバックにいたあの二人のちびっ子たちか、いや難しいな、そこまで言われたらキャラ名わかんないしな。どうしよう。じゃあどうぞ、何やるの？カレーマジに食材を入れるのへ。ライエローの園長です。寮長ね。寮長です。皆さんどうでしたかね。入れるの。ちょっと自分では評価するのがちょっと難しいので、ちょっと皆さんやめてくれ。コメント欄で点数ちょっと書いていただければ。やめてくれ。これ以上俺を外めさせて、やめてくれ。俺をいじめないでくれ。ということらしいんで、温かい点数にしていただければ。ちょっと私では評価がしづらいので、はい。もう次の企画で、もう、よつきさんいじめることを決めたわ。だそうです。はい。はい、では、もしこの動画が、動画、うん、まあいいや、まあ、配信よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。
なんか言わないの？もう俺のライフはもうゼロよ。やめて、私のライフはもうゼロよ。次回天元シスデュエルスタンバイ。いや殺すなよ、次ですだそうです。はい、それではご賞味ください。バイバイ。隣のあっさとあっさとやつき、あっさとあっさとやつき、森の中に今頃住んでる。住んでねえよ。隣のあっさとあっさとやつき、あっさとあっさとやつき、もうネタが浮かばない、許してください。あなた許さない。くそ。